はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、じゃあ今回もサブクエストをやっていきたいと思います。まあ3つ出てた最後ですね。ウルトラの力、別動隊がデビルキューブに眠る力の情報を入手したようだ。光から詳しい話を聞き調査に当たってほしい、ということで、じゃあこれをやっていきましょう。とりあえずブリーフィングルームへ行って光に話を聞くか。その必要はない。状況は差し迫っているので手短に話そう。まずこれを受け取ってくれ。何これ、鍵束。これは別動隊が手に入れたデビルキューブの鍵だ。おそらくこれで全ての扉を開けることができるだろう。ああ、開かないとこあったね。そういえばデビルキューブにはウルトラ戦士に関する力が取り込まれている。別動隊の調査によると複数のダダがそれを持ち去ったという。その中にはウルトラマントも含まれているらしい。ウルトラマント、それは俺がウルトラマンキングから授かった。ああ、ウルトラマントはレオにとって、いや我々にとっても非常に重要な力だ。できれば今のうちに取り戻しておきたい。何を優先するかはお前たちに任せる。頼んだぞ。なるほど、ウルトラマンレオ入れろってことっすね。今メビウスが入ってるんで、こいつを単純にレオに変えましょう。これは一回一回全員入れ替えないといけないからめんどくさいな。レオでダブルと。ほい、ウルトラマンレオなんか装備してんの？何も装備してないし何も持ってない。フォース、なんかめんどくさいからいいや。デビルキューブか。そうするとデビルキューブは今まさにってところっすからね。これ大丈夫だよね、なんかイベント進まないよね。コロシアム確かここにあったもんね、第1層に。まあそこには近づかない方向でアクティブクロークを使っていきましょう。とりあえず扉を片っ端から開けていけばいいのかな。まず近場なのはじゃあここ。お、ダダだ、ダダダダン、ヒーローどもは出ていけ。戦いますか。え、なんでなんで選択肢があんの。戦う順番とかあんの。今ダダ C になってたけどいいのかな。 A から順番に倒していかないとダメとか。おー、ネガティブになった。ネガティブはちょっとめんどくさいな。そして結構パワーがあるな。エネミーラッシュ使ってくるのかよ。チョコ材なやつですね、ダダは。おっと、プレッシャー受けた。結構めんどくさいやつだな。おお、いい。諦めるか。これがガンダムだ。ウェーブスキルが発動できないとか言ってそんなネガティブなの。バスターソード、うわー、ちょっとめんどくせえな本当に。おー、みんなプレッシャーか。スキルが発動できないのはプレッシャーか。ってことは攻撃でなんとかしないといけない。一応立ち直るか。もう普通にトランザムコンボを使って、回復どうしよう。メガレフィットでいくしかない。バスターソード、これで倒せるでしょ。よしよしよし、ダダ普通に手に入れたし。
ダメだ、ガンダムは強い。ガー、え、どういうこと、ガンダムは強いって。え、勝手に外に出されたんだけど。じゃあちょっともう一つの扉の方も行ってみるか。こっちにありますからね。で、ユニコーンがちょっと減ってるんで回復をさせて行きましょう。ここはただ C だった。ただ C っていうのはもうあれか。ここは何人たりとも立ち入り禁止だ。戦いますか。はい、できればじゃあサクサクサクっといきたいけど、ネガティブになるところがな。スタンだ、スタン、スタンとひるみ、よし。うわー、ネガティブはなんだっけ、黄色技が使えないんだっけ。スタンひるみになってくれれば、ひるまないしスタンにもならないし、ひるめひるめひるまない、めっちゃかわされる。そして死にそうだ。あー使えない。あー、しかも守っちった。アイテムを使おうとしたのに、リカバリーヒット。エネルギーがない。結構強引に行こうも。よし、オッケー。かなりやばいけど。ダメだ、ガンダムは強い。ぐわー。戦闘にいるやつか。とりあえず一回元に戻ろう。意外に苦戦してる。デビルキューブの、それでアクティブクロークが切れちゃいましたからね、またちょっと使いましょう。あと行ってないところは、左の方がまだ行ってないな。あー、こっちが近いな、先にこっち行こう。全部で何箇所あるんでしたっけ。お、だだ、A だ。だった。ヒーローども、ここは貴様らの来るところではない。戦いますか。はい。これの繰り返しか。バスターソードなってなかったな。危ない危ない。スタン、スタン。タンクしてもな、あんまりって感じだから、やっぱひるみだな。ひるまないか。いきなりかよ。こいつは攻撃しよう。ちょっと青カラータイマーの時は、うわ、なったー、なったー。一応ユニコーンにリバイブオールを、うわ、リバイブオールって減少効果かよ。間違えた。てっきり状態異常を回復できるものだと思ってたけど、じゃあこいつで回復させるか。万能ライフキット、俺はそれでも最後まで諦めるな。諦めるか。切るか。あとはパニックになった。でもいいかな。
押し切った。魔力の消しをくれんなこいつ絶対。ダメだ、ガンダムは強い。うわあとどこ、あと左だけ。うわあと2箇所あるな。ちょっと回復させてから行きたいな。意外にダダ強いから。これはちょっとめんどくさいイベントですね。よし、じゃあちょっと左上に向かって、あれこれこっちから行ける。あ、行ける行ける。結構遠いな。間違えた。だがこれもウルトラマンレオのウルトラマントを手に入れるためだ。ただ A、 この部屋に入ることは許さん。これで本当にいいんだよね。倒してりゃいいんだよね。違ったとか言ったらまず最悪なんだけど。結局スタンにはならないからな。まあ、一応やっておくけど。決まった。万能ライフキットがもうない。決まった。一応回復させるか。で、めっちゃ集中攻撃だったな。スタンした、マジか。フィジブレーキ、意外にめんどくさいなこいつは。それではだ、よーし、ダメだ、ガンダムは強い。こいつら一緒かな。そしてなぜか勝手に強制的に部屋から出されるっていう。これは戻った方が早そうですね。で、アクティブクロークを使って、あと残ってるのは1箇所かな。この部屋で最後のはず。ダダ B だ。青い目のダダ、何者だ。この部屋に入れるわけにはいかん。ダダ B は何が違うんだ。さっきはパニックをやってきましたからね。スライク、物理が下がった。お、まあ、それくらいだったらなんとかなりそう。一番楽なんじゃないか。誰の物理が下がってんだかわからないし。ヒールレインにしよう。いやでももうこれで終わり。攻撃しよう。よーし、弱かったな。ただ B が一番弱い。ダメだ、ガンダムは強い。グワー。ダダは持っていたウルトラマントを落とすと断末魔の叫び声を上げて消滅した。よーし、ウルトラマントだ、やっと取り戻したぞ。ウルトラの力、オーケーオーケー。これでレオも
必殺技を覚えられるはずだ。クエストルームで報告しましょう。おー、新しいスキルが解放されました。これユニコーンの時出たっけ？まあちょっと覚えてないけど。じゃあ、どれだ？あれ、勝手に覚えた。これシューティングビーム、ウルトラマント、お、これだ。ヒーローゲージ、よーし、これで全部覚えたか。ウルトラマントってつまり何？3ターンの間、一定確率で敵単体の物理攻撃力を下げ、自分のエネルギー防御力が上昇します。なるほどね。よし、ヒーロー技ではなかったっすね。はい、というところで、じゃあ今回のサブクエストはこれで終了して、また次回ですね、ストーリーの方進めていきたいと思います。